予定通りにはいかないよね。やっほーさん、発達障害当事者のダヒュちゃんです。こんにちは。さあ、そして同じ発達障害の仲間のみんな、今日も元気かい？からの低減発達のみんな、今日も元気でいさせて。はい。で、聞いて今日ね、お話ししたいことっていうのは、我々発達障害者、特に ADHD のものにとっては避けては通れぬ先延ばし癖ってやつ。これはまあ注意欠陥多動症で、まあ、ADHD っていうのは、まあ、一括りで注意欠陥多動症ってしてるけど、 AD と HD の割合が違う人もいるんだよね。衝動性、いわゆる HD って言われる、 ADHD の中の HD が高い人っていうのはどうしてもね、やんなきゃいけないことよりもパーンってひらめいて、やりたいってことをやっちゃいがちなのよ。でさ、多分定型発達の人っていうのは多分ね、重要性と緊急性のマトリックスみたいなのがあってさ、重要で緊急性が高いものをプライオリティの一番上に多分持ってくると思うの。で、その後に重要性が来ると思うのね。重要性で緊急性がそこまで高くないもので、その後にみたいな感じでさ、ちゃんとさ、まあ、タスクを行う、スケジュールをこなすにあたっての順序ってものがね、序列がきちんと立てられてると思うのよ。っていうか、みんなそれで生活してると思うんだけど、 ADHD の多動性が強い人っていうのはね、やりたいってなったらすぐやっちゃうわけ。 AD の注意欠陥の方はもうひたすらさ、いつもさ気が散ってるからさ、例えば ABCD ってやらなきゃいけないことがあってするじゃん。あー、やらなきゃやらなきゃ、 A からやらなきゃ、 B からやらなきゃ、 C からやらなきゃ、 D からやらなきゃってうだうだ考えてるうちに、なんであれ面白そうって、面白そうなものに目がいっちゃったりとか、あとは ABCD の順番で物事を進めなきゃいけないのに、 A 面白くなさそうだから B からやっちゃおうとかってなっちゃうわけよ。そこがね、怖いところなんだよね。でね、よくあるんだけど、まあ、そのたひみちゃんはさ、そのアスペ ASD も あるからすごいね、こだわりが強いの、予定に関しても特に。例えばお昼の12時に、12時15分から何して、12時半から何してって感じで、中途半端な時間から動けないっていう癖があるのよ。何するにしても、例えば今現時刻が12時1分だったとしたら、たひみちゃんが次動けるのは12時15分からなの。これはね、伝わるかどうかがちょっとね、難しいんだけど、あのね、12時を1分でも過ぎちゃったらもうね、動きたくないの。12時15分っていう切りのいいところからじゃないと動けない。変な話よ。12時1分になっちゃったとするでしょ。ひどい時には次動けるのが13時からなっちゃうわけ。で、これはね、自分でもちょっとね、わかんないの。なんで、12時15分からでもいい、12時半からでもいい、12時45分からでもいいって時があるのに、たまに1時間後からじゃないと、まあ、58分後からじゃないか、59分後からだと動けないってことがあるわけよ。これね、ちょっとみんなに聞いてみたい、ぜひ。で、先延ばし癖があるってお話を最初にしてるでしょ。結局 ABCD っていうその4個のタスクがあったとして、その順番にやらなきゃいけないタスクで、まあ、さっきの緊急性と重要性のマトリックスで言えば、 A が最も緊急性が高くて最も重要性が高いとするじゃん。なんだけど、どうしてもね、注意がまず散漫でしょ。で、衝動性が強いもんだからすぐ違う方行っちゃう、もしくはテンションが上がる方を選んじゃうのよ。 A は退屈だけど B はちょっと面白そうってなったら A すっ飛ばして B やっちゃってたりするの。頭では分かってるんだけど、勝手に体が動いちゃってたりとかするから、それなんて辛い。だからね、社会人になって一番ね、それが大変だったね。はっきり言って、その社会人になるまではやりたくないことはやんないでいいやっていう主義で来ちゃった。だから ABCD なんて序列なんかじゃなくって、やりたいかやりたくないか、その瞬間にやりたいかやりたくないか、その瞬間にやりたいことだけをやって生きてきたたひみちゃんは、社会人になってから相当苦労しました。何月何日何時までにこれをやって、何月何日何時までに次はこれをやってとかさ、要はタスクってものには基本的には期限がつきものでしょ。
組織とかに属してるとさ、自分の裁量でさ、期限を決められなかったりするじゃん。期限が定められたタスクが降りてきたりとかするから、その辺のね、ライフハックとして、まひるちゃんが編み出したのは、とにかく仕事を早くするのに尽きる。まあ、どういうことかっていうと、A、B、C、D で、A が例えば1日までに上げてください、 B が2日までに上げてください、 C が3日までに上げてください、 D が4日までに上げてください。要は計4日間で A、B、C、D で、 A の例えばタスクが降りてきた期間が例えば1週間前だったとするでしょ。で、 B が降りてきたのは3日前だったりとかするじゃん。タスクによってさ、期限が変わったりもするじゃん。こんなさ、何1週間おきとかさ、1週間ずつのタスクみたいな、そんな感じじゃないじゃん。タスクって基本的にはもうごちゃごちゃで来るじゃん。で、期限中にボン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 ってまず並べられて、そこからさらに重要な方にボン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 ってさ、並び替えされて、多分人は仕事をしていくんだと思うけど、タイルちゃんはどうしてもそれができないから、もう、B がやりたいと思ったらね、とにかくもう B をクソ早く仕上げちゃう。で、そっから A に遡ってブワーってまたやってっていう風にして生きてきました。そしたらなんか知んないけど、あの、仕事が早くなった本来だったら注意欠陥多動症多動性を抑えてというか意識して、よし A からやろうとか、 A をやるためのモチベーションを上げるにはどうするかみたいなところを考えたりとか工夫したりとかするのかなだと思うんだけど、ダヒヌちゃんはもうこだわりが強いから、やりたいことを今やりたいわけだから、ダヒヌちゃんのライフハックとしては、もうどうしても衝動性が抑えきれず、やりたいことをいきなしやっちゃう、やんなきゃいけないことよりもっていう人は、とにかく仕事を早くできるようになれってことです、今回ちょっとお話しした内容に関しては、なんだろう、 ADHD の人だったらあるあるだと思う。これはよくある、先延ばし癖とかね、スケジュール管理が難しいとかっていうお話てか、要はタスクマネジメントが下手っぴなのよ。なんでかっていうと、その論理的にいくら考えて組み立てたところで、衝動的に勝手に体が動いてたりとか、勝手に頭が動いてたりとか、勝手に手が動いてたりとかするから、で、特にタケルちゃんの場合、仕事になると、もうね、ほぼ何も考えない。仕事をしちゃう。もう自動。やるってなったら、ってなってやってるから、もうその間で過集中入ってるから、くっそ仕事が早く終わるわけよ。っていうのがあったので、タケルちゃんは、正直、A、B、C、D ってタスクがあっても、A から順番にやらないでもいいように、とにかく仕事を早くするね。ライフハックで生きてきました。もちろんね、そうはいかないって人もいると思うのよ。A の納期が来て、A を収めてから、フィックスしてから B に取り掛かる。要は A の結果を反映して B に取り掛かるとか、その連続性があるもののタスクっていうものだったらすごい大変だけど、そういう場合にはタヒヌちゃんはもう A、B、C、D を1個として、1個のタスクとして捉えて、やりたいものから過集中を起こしてひたすらパパーってやっていく。で、多分一番やりたくない、例えば A を最後に持ってきても時間に余裕があるようにクソ早で仕上げるっていうお話。ちょっとね、このライフハックに関してはあんまり参考にはならないかもしれないけど、まあどうしてもね、先延ばし癖っていうのは、やらなきゃいけないことをやらなきゃいけないって分かってるんだけどやれないのよ。そこがね、ちょっとね、痛しかゆしってところなんですよね。なんだけどタヒヌちゃんはそれを凌駕するほどのスピードで仕事をこなせばいいってことに気づいたから、そうしてるだから ADHD のみんなでタスクマネジメントがとかタイムマネジメントがっていう人がいたら、まず自分の能力値を上げろっていうお話で、それが難しいようだったら、ちゃんと期日を守れるようにモチベーションコントロール力っていうのを身につける方がいいんじゃないかなというお話です。それでは最後までお話聞いていただいてありがとうございました。タイムチャンタイム TV ではこうやって、まあ ADHD あるある、もしくは講義の意味での発達障害あるある、まあでも今後は読書のレビュー、その発達障害者が読んで良かった本っていう
をみんな紹介したりとかしていきたいと思ってますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、発達障害者じゃない人でも、例えばね、その発達障害者の同僚がいるとか、部下がいて扱いがわからないとか、家族がいてどう接したらいいかわからないって方にもぜひ見てほしい。で、発達障害由来で悩んでることがあって、もしタケヌちゃんの動画が役に立つかもしれないので見といてくださいというわけで、タケヌ TV のタケヌちゃんでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。